東日本大震災の10周年記念公演の折結成されたということなんですが、楽器的にはどのような構成なんでしょうか。バイオリン2丁とあとピアノと、はい、そこに打楽器を入れたあの編成になっております。そして柳浦さんは NPO 法人アジア音楽教育者育成プロジェクトの理事もされているということなんですが、こちらはどのような活動組織になるんでしょうか。そうですね、教えに行くのにその頻繁に、ね、教えに行くことが難しいので、向こうのバイオリンの先生とか音楽の先生を育成して、そっちから生徒たちを教えてもらうということで、あの教育者を指導する NPO になっております。なるほど、はい、トンキーカルテットの名前の由来は何なんでしょうか。簡単に言うとトントントン、それからキーキーキー、というカルテット。で昔ねドンキーカルテットってあったんですわ、はい、すぐにそれが浮かんだんですけど、そこから濁点取ってトンキーってね、つけたもののね、はいトンキーカルテット皆さんですと言われたらちょっと恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいんですけど。そして奥様の純子さん、長年にわたり後進の指導にも当たられています。音楽の素晴らしさをどのように教えておられますか。音楽の素晴らしさというのは別に教えなくても、そして習わなくても感じることができると思うんですが、こちら教えるとすれば知ることと気づくこと、そこはやっぱり習わないとできないことだと思うので、教える側としてもそこに重きを置いてずっと携わっております。なるほど。打楽器パーカッションの楽しさはどんなところなんでしょうか。そうですね、基本的に音を出すことは、今日はカホンという楽器を使ってるんですけれども、はい、もう簡単に音は出まして、それなんですけど、大体曲はですね、もうほぼアドリブで、はい、入れてまして、はい、このバイオリンの皆さんの音楽も生かすも殺すも私次第ということで。なるほど、はい、もう打楽器入ることによってお客さんも手拍子しやすくなったり、リズムに乗りやすくなると思いますので、重要なパートだと思います。そうなんですね。はい。